それはアニメライザのアトリエ特恵美の女王と秘密の隠れ家ブルーレイ DVD の発売が早くも決定しました。やったー、やったー、めっちゃ嬉しい、うん、さて、大変お待たせしましたけれども私でした、私だったみたいです。もう結構いっけない、いっけない、レイラさんの仕事です。これでもやんや言われるためにちょっと振りだったな、あっていう、あれをね、前振りだったみたいな、なんでもないです、ごめんなさい、なんでもないです。はい、皆さんもいつものね、もうみんな分かってると思いますけど、ここに大きな謎がございます。あった、あ、本当だ、謎って書いてある、謎なんです、うん、はい、でもみんなももう何があるかなんて分かってたから、もういちいち突っ込まなかったですよね。そうですね。もうね、ここね、今回初公開となるイラストが上がってきたばかりの、はい、ジャケットイラストです。すごい、ちょっと高く、初公開となるイラストです。ちょっともうテンパっちゃって、すごいのよ、すごいの、初公開だから、初公開なんだから、初公開だから、見たいよね、見たいでしょ。そしてね、まあ、序幕ですよ、うん、幕をのぞくと書いて、うん、そう、序幕ね、といえばもうね、スペシャリストのゆいさん。そうだったんだ、ちょっとちょっと、今のさ、今のめちゃくちゃテンパってましたけども、あ、でも私がスペシャリストです、はい、はい、スペシャリストですから、今回もお手伝いお願いします。はい、はい、やります。それでね、そんなこと言いながら相方私らしいんだよね。ちょっとちょっと移動して、ね、なんか初めましてなんだが、序幕頑張ってよ、だから、まあ、任せてよ、はい、このスペシャリスト。笑っちゃってるやん。ゆいさん、気を取り直して、気を取り直して、いやいや、はい、じゃあリードしてあげて、リード、はい、こう、なんかいい感じのドラムロールが聞こえてます。あ、これだ、これ、はい、せーの、なん、ビジュアル同様にキャラクターデザインを手掛けるしとやさんに描いていただいたイラストです。いやー、すごい、めっちゃ可愛い、自分の家の前ですかね、これはね、ね、あ、ちょっといい、そうだね、うん、素敵な自然と眩しい笑顔と、いいね、また色合いがなんか雲が本当に、ね、もくもくと、なんか優しいね、タッチが、ね、いや本当に、なんか昼の光みたいなのも感じるね、うんうん、明るさというかさ、このあとなんかそのボケてるこの葉っぱ、そう、この手前のね、そう、こことか、うん、なんかこう本当だ、近くにあるであろう葉っぱがなんか素敵、いや、いい、なんかライザがここカメラ目線なのがいいね、ねおいでよみたいな、始まるよ、始まるよ、今夜みたいな、うん、今夜始まるよ、見るよ、見るよ、ありがとうございます。素敵なイラスト、はい、ということでアニメライザのアトリエ常闇の女王と秘密の隠れ家ブルーレイ DVD 第1巻は9月20日水曜日発売。